アタ駅は、宮城県宮城郡松島町高城技三拠三2に、ある、東日本旅客鉄道東北本線の駅である、1962年7月1日に開設。この日をもって、廃駅となった松島駅の東方に位置する。東北本線の岩切駅と市内沼駅の間は、日本鉄道による、開業時から、リフ駅経由の山岳ルートを経由していたが、 この経路には急勾配が存在し、牽引力の弱い蒸気機関車を使用していた時代では、列車の運行に補助機関車を用していた。戦時中の1944年に、勾配緩和と輸送力増強のため、現在の海岸ルートが貨物船として開業した。戦後、この貨物新線の旅客営業が開始されて、東北本線のメインルートとなり、1962年には、 リフ駅経由の急線が、岩切駅とリフ駅の間を残して廃止されることとなり、新線上に設けられていた新松島駅が新しく、松島駅を名乗り、急線上に存在した松島駅が廃止されることになった。急線の廃止には、沿線住民の反発もあり、松島駅から大きく離れる松島駅近隣の住民の便利を図るため、旧駅から近い新線上の場所に、 国鉄の負担で代替駅が設けられることになった。こうして開設されたのが、このあた駅である。駅の直下にあるトンネルは、急線跡である。相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。森土の上に位置しており、当駅下を貫くトンネルは、急線で使用していたものである。雨をしのぐ程度の待合所はあるが駅舎はなく、出入り口は各ホームに設けられている。 松島海岸駅管理の無人見駅。両ホームそれぞれに乗車駅証明書発行機、簡易水化改札機がある。松島花火祭りの時には、駅員が保険されて、臨時発売を行う。案内状の番線番号は設定されていない。2004年度の乗車人員は1日平均546人であった。以下の表に示す乗車人員数は推計値である。また、 翌年度以降については、正確な数値がつかめないことにより公表されていない。松島町の市街地から北に離れた駅で、かつては駅前に小学校と中学校しか目立った建物がなかった。1985年3月のダイヤ改正により、普通列車が一部停車から全便停車に変更して、列車本数が大幅に増加したため利便性が向上した。 近隣から小中学校への通学利用が多いほか、仙台への通勤客を見込んで建築されたマンション、コンビニエンスストア、ホームセンターもある。ありがとうございます。